社会保険の、調査ですね、すでに社会保険に加入されている企業様に対する年金事務所の調査では、いろいろなところがチェックをされると思いますけれどもね、代表的な一つ挙げてみると、従業員さん、役員さんの中で、いわゆる 手当金ですよね、手当金を受けておられる、方についてもやっぱりポイントの一つかなと思います。傷病手当金、あるいは出産手当金ですよね。これはどちらもいわゆる所得保障のような制度ですよね。働けなくなってお給料が出なくなる、もらえない場合に、一定期間ですね、お給料の、一部を保障しましょうと、こういうような制度ですけれどもね。ですからこれは給与が支払われているともともともらえない、制度なんですね。この手当金というのはね、給料と調整をされるということなので、給料の全部または一部が支給されていると手当金の、全部または一部が支給停止になってしまうということなんですよね。だから両方もらっているとこれは法律上おかしいことになりますから、その手当金をもらっている人についてもらっている期間に対して報酬が支払われていないかということはね、これはチェックがされると思いますのでご注意ください。